シーズンも終わりに近づき、何名かの選手が FA 宣言をするのではないかという噂が報道でも出てきています。2年連続で優勝を逃した巨人が FA 選手の獲得に乗り出すという報道もちらほら見受けられます。これまでに巨人は12球団最多の28名の FA 選手を獲得してきました。そのすべての選手が活躍できたわけではなく、大型契約を結びながらも期待に応えられずチームを去った選手も存在します。今回は巨人に FA 移籍してきたものの大した活躍ができなかった選手たちを紹介していきます。1994年のオフ、広島から FA 宣言した川口和久選手。広島時代は左の先発の柱として長年活躍し、通算131勝を挙げています。特に巨人戦に強く、33勝31敗という成績を残しており、巨人相手に30勝以上を挙げ勝ち越しているのは星野仙一選手、平松誠二選手とともに3名だけとなっています。川口選手自身は広島に強い愛着があり、師匠と慕う大野豊選手をはじめ同僚と離れることに抵抗がありましたが、東京に住む妻のお父さんが闘病生活をしていたことで、家族に東京の球団に移籍できるよう FA 宣言をすることを懇願され、宣言に至ります。社会人時代にお世話になった森重和コーチが在籍する西武への入団を固めていましたが、巨人の当時の長嶋監督に直接誘われたこと、闘病中の義父が大の巨人ファンだったこともあり、森重和コーチを裏切り巨人に入団することとなります。巨人では宮本和友選手とともに左の先発の柱として期待されていましたが、移籍初年度の1995年は17試合の先発でわずか4勝に終わり、移籍前まで10年続いていた規定投球回クリアも途切れてしまいます。翌1996年も開幕からローテーションを任されますが、全く勝てずに5月には2軍落ちを経験します。その後はリリーフとして一軍復帰し、16年目にして初セーブを挙げるなど活躍、胴上げ投手にもなっています。しかし巨人で活躍したのはこの期間だけで、その後2年間はほとんど結果を残せず、1998年シーズンで引退。先発の柱として期待されていましたが、在籍4年間で8勝に終わりました。川口選手と同様、1994年のオフにヤクルトから FA 宣言し、巨人に入団したのが広沢克己選手。1986年から全試合出場を続けており、2度の打点王を獲得、5年連続25本塁打以上を放つなど、バリバリのレギュラー、中心選手として活躍していました。当初は FA 宣言するつもりはなかったものの、ヤクルトの球団社長から、君の時代は終わった、これからは古田が球団の顔だと言われるなど、フロントとの対立があり、FA 宣言に至ります。移籍初年度のなる1995年、巨人には不動の一塁手落合選手が在籍しており、不慣れな外野手として起用された広沢選手は全試合出場は果たすものの、キャリアワーストの打率2割4分に終わるなど、期待されていたよりかは物足りない成績に終わります。1996年は死球による骨折があり、1986年から続いていた連続試合出場がストップ。自己ワーストの38試合の出場に終わり、シーズンオフには自ら自由契約を申し入れます。フロントに説得され、残留した1997年シーズンはダボーが復活。巨人在籍時では最高の成績を収めます。しかし1998年からは高橋由伸選手の入団で、外野のポジションが清水選手、松井選手、高橋選手で埋められてしまい、広沢選手の出番はどんどん減っていきます。1999年には盗塁を試みた際に右肩を脱臼し、シーズンを棒に振り、わずか16試合の出場に終わります。そしてオフに自由契約となり、5年間在籍した巨人を去ることとなりました。
ヤクルトで長く中心選手として活躍してきましたが、巨人ではその当時の厚い選手層にも阻まれ、活躍することはできませんでした。2004年のオフに中日から FA 宣言し、2年契約の年俸1億円で巨人に入団した野口茂樹選手。中日時代には最優秀防御率のタイトルを2度、1999年には当時ルーキーで20勝を挙げた上原選手に勝ち、 MVP を受賞するなど通算80勝を挙げる左のエースとして活躍していました。最後に2桁勝利を挙げてから4年が経つなど衰えも指摘されていましたが、巨人はローテーション投手として活躍を期待し獲得をしました。移籍初年度の2006年5月に移籍後初登板初先発、しかし初回から5失点するなど KO され、その試合後左肩痛を発症し2軍落ち。その後はシーズンで出番はなく、わずか1試合の登板に終わり期待を裏切ります。2007年はリリーフとして開幕1軍入りし31試合に登板、しかし期待されていた先発としての役割は果たせず、先発登板はゼロに終わります。オフの契約更改では当時の巨人史上最大の 75% 減となる2500万円で契約を更改します。そして迎えた2008年は一度も一軍登板をすることはなく戦力外通告を受けます。ローテーション投手として期待され入団しましたが、巨人在籍3年間でわずか1勝に終わり、 FA 移籍の際に人的保障で巨人から中日に移籍した小田選手が9年間第二捕手として活躍したことも踏まえ、巨人にとっては大失敗の FA 移籍となりました。2年連続2桁勝利を達成した2006年のオフ、評価が低すぎるとフロントに不満を示し、横浜から FA 宣言した門倉健選手。横浜のフロントからは、10勝しても10敗する投手はいらないと辛辣な言葉を投げられています。2年連続2桁勝利を含む通算75勝という実績を高く評価した巨人と2年総額2億円の契約を結びます。移籍初年度の2007年、開幕ローテーション入りを果たすものの、なかなか勝利を記録することはできず、2軍落ちも経験し、移籍後初勝利は8月となりました。結局この1勝のみに終わり、大きく期待を裏切ります。2008年は11試合に登板しますが、すべてリリーフでの登板で2勝利に終わります。契約の切れるオフシーズン、巨人から大幅減ではあるものの新たな契約を提示されますが、これを拒否し自由契約となり退団。在籍2年間でわずか1勝に終わりました。この FA 移籍に関しても、人的保障で横浜に移籍した工藤選手が移籍初年度に7勝を挙げており、またしても大失敗の FA となりました。2016年オフ、ソフトバンクから FA 宣言した森福正彦選手。それまでで通算384登板、125ホールドを記録しており、巨人は左のワンポイントではなくセットアッパーとして期待し、2年総額4億円で獲得します。移籍初年度の2017年、開幕からマシソン選手、カミネロ選手につなぐセットアッパーとして起用されますが、不安定な投球が続き2軍落ちも経験し、次第にワンポイント起用へと変わっていきます。30試合に登板しましたが6ホールドに終わり、期待を裏切ります。2018年はわずか2試合の登板に終わり、2年契約が満了。 30% 減となる年俸で新たな契約を結びます。しかし2019年も結果を残せず、シーズンオフに戦力外となり退団。セットアッパーを期待されての FA 入団でしたが、在籍3年間で39登板9ホールドに終わりました。2016年のオフ、日本ハムから FA 宣言した陽大館選手。巨人は5年総額15億円という大型契約で陽選手を獲得します。
これには楊選手の母国である台湾からの収益、台湾マネーを加味してのものだと言われています。FA 出た球団に移籍しての5年の長期契約は、西武から巨人の清原選手、日本ハムから阪神の片岡選手以来3人目でした。移籍初年度となる2017年、故障により開幕から出遅れ、移籍後初出場は6月になります。主に1番打者として出場を続けましたが、移籍前より成績を落とす結果となりました。2018年は開幕から1番センターで出場しますが、開幕4戦目となる試合で四球を受け骨折。そこから2ヶ月以上離脱し、この年も結果を残せませんでした。2019年は1年を通してほぼ1軍に帯同しますが、丸選手の加入もあり、レギュラー定着とはいきませんでした。それでも移籍後最多の110試合に出場し、代打の切り札としても活躍しました。その後2年間は故障もあり、ほとんど出番もなく、5年契約を満了することとなりました。在籍5年間で一度も規定打席に到達することはなく、100試合以上の出場も1シーズンだけという散々な結果に終わりました。契約満了後も球団は再契約をする方針でしたが、楊選手は退団を決断し、ウォーカー選手もプレーしていた同じアメリカの独立リーグへと移籍しています。今シーズンは2年ぶりに巨人が FA 市場に参入するのではないかと言われています。トップレベルの選手はメジャーリーグに移籍することが多くなった現在では、かつての小笠原選手や丸選手のようにリーグのバランスを大きく変えるような FA 移籍はあまり見られなくなってくるかもしれません。今回紹介したような失敗と言われるような FA 移籍が多くなってくるのでしょうか。現在の巨人にも伊能選手、梶谷選手と FA 移籍後1年間1軍で働いてくれたことがない選手が在籍しています。このまま FA 失敗として終わってしまうのでしょうか。今シーズンオフに巨人に FA 移籍してくる選手はいるのでしょうか。中川選手は元気なのでしょうか。今シーズンの CS よりも早くも来シーズンのことが心配です。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。